こんにちは、ゆあり TV です。ご視聴ありがとうございます。今日はジムニーエンジンオーバーホール最終章組み立て編をお送りいたします。最後までご視聴ください。よろしくお願いします。では早速、まずヘッドを乗せる下準備です。エキマニを取り付けます。エキマニのこの取り付けボルトはスレッドコンパウンド等を塗っておくと、次回バラすときに、焼き付きの防止になるかと思います。それからヘッドをエンジンルームに持っていき、インマニの装着をします。こんな感じでインマニも合体しちゃいましょう。そしてこのように立てておく置いてはいるんですけれども、ブロック側の傷防止のために、インマニ取り付け時の時はタオルを引いておくといいかもしれません。ゴミの混入防止にもなります。この立てた状態で、こちらのヘッドガスケットを取り付けます。右側が古いガスケットとなりますが、こちら抜けてる状態なんでしょうか。ちょっと詳しいことは分かりませんが、表面のゴムコートが剥がれています。左は新品です。もちろん剥がれてません。新しい方はアイレットによるかしめがついてますが、古いのはないです。この辺は仕様変更なのでしょうか。ノックピンがついてるので、位置合わせで苦労することはそんなにないかと思います。無事にヘッドを乗せたら、締結ボルトを締めていきますが、ここは順番トルクに注意が必要です。しっかりトルクレンチでトルク管理が必要です。信頼のトーニッチ製を使いました。前にもどっかで言いましたが、サービスマニュアル、この画像に映ってるものです。オイルまみれですが、チャンネル登録者限定でプレゼントをしたいと思います。コメントください。抽選でお送りいたします。その場限りのチャンネル登録はお控えください。はい、ではタイミングチェーンをかけていきます。ちょっと口頭だけの説明となってしまいますが、注意点を切っていきます。まず慎重に行うことが大事です。一コマずれるとエンジンがかかりません。うわやっちゃったと気づくのは全て組み終えた後のはず。下手するとバルブが曲がったりピストンを壊したりもしますので、超慎重に行いましょう。特に難しいことはないのですが、やっぱり慎重にっていうのが大事かと思います。では手順を、まずタイミングスプロケットのノック位置を真上に持ってきます。外した直後の状態にすればいいってことですね。画像でもモンキーが上の方に映ってると思いますが、インテーク側のカムシャフトがバルブスプリングの力で回ってしまうので、このようにモンキーで固定してやりました。はい、次クランクのキーも同様に真上に持ってきます。ここを真上にした状態でカムシャフトを動かすのは厳禁です。まだカムシャフトを動かしたいって時は左に30度回した状態で動かしましょう。それは分解編のところでお伝えしていると思いますので、不安な方は見直してみてください。その状態になりましたら、まずチェーンをかける前に左右のチェーンガイドを取り付けます。チェーンを先にかけては絶対ダメです。僕は試しましたけど、位置合わせが大変な上にずれます。そしてそれからオートテンショナーアジャスターって、ど真ん中ですね、チェーンとチェーンの間に映っているど真ん中のものですが、これを縮めた状態にしておく必要があります。こちらの画像を
ご参考にください。アジャスターを取り付けたらいよいよチェーンをかけていきます。まずは排気側のスプロケットのアップマークに色の違うリンクをかけます。マニュアルでは青リンクと書かれてましたが、僕のは同色のリンクでした。青くはありませんでした。次にクランク側をかけていきます。またこれも色の違う状態になってるかと思います。ただ車載状態ですとなかなか分かりにくいので、このように銀色のマーカーで僕は印をして行いました。クランク側をかけたら手を離してしまうと重力でチェーンがのせっかく合わせた位置が変わってしまうので、ある程度テンションをかけておきながら吸気側のスプロケットのアップマークとチェーンの色違いのリンクを合わせてかけます。そのスプロケットは外れている状態ですので、カムシャフトにその状態の位置があった状態のままボルトを締め付けて固定しましょう。そこまでできたらあまり心配はないんですけど、ここでテンショナーのアジャスターテンショナーアジャスターに挿入していた針金なのか何なのか、まあ人によって違うと思うんですけど、その固定していたものを抜き取ります。でこのスプリングで押されていたテンショナーが出てくるのを確認すれば OK だと思います。僕の場合は2ノッチぐらい出てきました。まだまだテンショナー側には余裕がある感じがしました。チェーンが伸びてないってことなんでしょうかね。そこまでできたらクランクを2回転させてアップマークがちゃんと上に来ているか3箇所を見てくださいということになってます。サービスマニュアル上では。でこの時にすごく注意点1つあります。逆方向に回すとダメです。テンショナーがもしかしたらちゃんと出てない状態で逆方向に回してしまうとガチャンと言って僕は1回ずれてしまいました。なので正規の方向へ回しましょう。あとは本当ただ単純にバラした逆手順で組み立てていくだけですが、こちらウォーターアウトレットのパッキンの交換はしておきましょう。これジムニーの弱点のようなんですが、だいたいここからクーラントが漏れているそうです。左側はぺったんこになってます。右側が新品、100円だったと思います。これは交換必須部品かと思います。せっかくウォーターポンプ周りもバラしたので、ウォーターポンプも新品に交換しました。その真横にはサーモスタットがあります。サーモスタットも新品にしておくと、故障時にまたクーラントを抜くという手間がなくなるので交換しておきました。これもそんなに高くはない部品なので、ついでにやっておくのがおすすめです。あ、それとですね、タペット調整を忘れてました。それはタペット調整だけしたいなんて方もいると思うので別の動画であげようかなと思います。でこちら組み上がったエンジンです。めちゃくちゃ調子も良くてトルクフルになって燃費は倍以上になるという嬉しい結果がありました。で燃費に関しては YouTube でちょっと前に上げてますので、そちらもご覧いただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。